ですね。ということで一番の人気者を探す愛されセンター決めちゃって、今日のお二人にはね、じゃあアイドルにならなかったらこんな職業についていたかったなという希望的職業を一緒に見ながらご紹介お願いします。はいはい、HKT48 の宮城さくらです。私の希望的職業はお医者さんです。あら、これは参っちゃったね。なんですか。いや、もう想像しただけで今悶々としてるよ。福岡県の男子がいよいよ今週末に、はい、もう宮脇ちゃんが初センター、 AKB の曲が発売ということで、はい、じゃあ女医さん風にちょっと、はい、ちょっと CD 紹介お願いしていいですか。希望的リフレイン、買わなきゃお注射しちゃうぞ。このロケ。さあ、そして続いて、はい、HKT48 18歳の山本真央です。お願いします。プロゴルファーになりたかったです。ゴルフやってたんだもんね。そうです、はい。今日の格好パーですね。パーってことはプラマイゼロだね。あ、なるほどね。まあ悪くも良くもないってことね。今日なんで駅のスタートなんですか。学校じゃなくて。実はね、ちょっと今日行く学校に関係したものがこの大牟田駅にあるんですよ。お、うん、ちょっと行ってみましょうか。はい、うん、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。何、それがこちらです。すごい、かっこいい。すごいでしょ。すごい。じゃあ今日はね、これを作った学校に行きたいと思います。どうも先生。どうも。どうも。うわー、すごい。すごい機械が。学校というより、そうですね、一つ工場ですね。ねえ、工場でございますね、これね。一人一台機械を使って、うん、機械の使い方とか物の作り方を勉強する、まあ、工場と思ってもらっていいと思います。どうも皆さん、こんにちは。あ、すごい、強烈なシャツの子が。やっぱりこのシャツも自分で作ったんですか。僕ら UFO キャッチャーで撮らせていただいて。 UFO キャッチャーで撮らせて。そうですか。学校でも遊びでもやっぱ機械から離れられないところですね。いや、そういうわけじゃないです。そういうわけじゃないですよね。そういうわけで、これちなみになんでキャラクターなの。あー、言っていいですかね、局的に。あ、局的に。そんな気持ちがいいですか。ついてます。ノートとかではこう先生かと思います。そうね、芝生ですね。そう、やっぱゴルフだからね。あ、なるほど。そうかね、芝生のように見えちゃった。こういうの分かりますか。あ、これはもう分かります。これは金属を削るための金の子っていう、これ学生たちが作るんですよ。2年生の学生が自分たちで部品を全部作って最後組み立てます。すげえ。本当にこれ作れんじゃん。行けますかね。行けるよ。あのドライバーとか作れます。ドライバー作れますよ。すごい。ドライバー筋肉伸びますけど。行けますか。多分4日ぐらい住み込みになるけど。まさに思い描いたものが形になってしまう夢の空間。イラストも形にできるということで、オリジナルキャラクター作りに挑戦。2人の画伯は一体どんなキャラクターを生み出すのか。じゃあ山本ちゃんから行こうか。スター3人買いますか。うまいね。うまいですか。かわいい。楽屋で描いていて、みんながかわいいって言ってくれたので、ちょっとこれにしようかなと思って。確かに、うん、上手。あ、誰ですか。これはユウさんとペペさん。あ、パラシュートのお二人ね。そうです。で、こちらはあの、うん、橋原さん。はい。サッシー嫌い。違います。さくらちゃんも負けてらんないですね。はい、じゃあ発表してください。私が描いたのはうどん姫です。あれ、これダメだね。さくらちゃん、そういうの見たくないんだよね。まあ、先生、人間得意不得意がありますからね。上手じゃないですか。その下手とかじゃなくて。あ、まあ、下手とかじゃないですけど、ピカソ的な。あ、いや、もうピカソ的でもないですし。こんなイラストでも形にしてしまうマシンというのがこれだ。何これ。マシニングセンターという機械で、この辺の機械を全部まとめて一つの機械でやってしまうような機械ですね。一台いくらぐらいするの。家が普通に建ちますね。一軒家。一軒家建ちます。一軒家建ちます。すごい。通常はこう金属を削っていくんですけど、今日は特別にアクリルっていう材料に加工してもらってます。普通に2人がさっさと描いた絵がこうやってね、形に。すごいね。やっぱ技術大国日本はすごいですね、先生。果たして出来上がりやいかに。出来上がりましたよ。トロフ
フィー。トロフィー、そう、本当だ。うわ、こうなります。うわ、すごい。高いの。すごい。うわ、こっち超細かいな。描いたやつをそのまま作ってるので、そのラインがそのまま出てる。本当にすごいと思う。すごい、すごい。いや、いいね。すごい。いや、めっちゃ可愛い。ちょっと、あ、すごくないですか、なんか。すごい、ちょっとこれ。おー、技術 ね、 ねえ、だって刺さって描いたやつがもうああやって形になるんだよ。すごいね、はい、どうだった、見てみて。いや、もう本当に工場みたいな感じで、うん、あ、学校じゃないみたいな、はい、学校じゃないみたいな。あの、はい、織り交ぜてたゴルフジョークはあれ、いきなりどうしたの？いや、あの、言ってみようかなって思って。あ、なるほど、なるほど、やっぱそれはチャレンジですから。で、矢野の顔はもうボギーってことですね。ボギーです、うん、いやいやいや、お前トリプルボギーや。あれ、顔ダフってるけど。ダフってねえよ。顔ダフってねえ。続いては、まさかな研究をしている研究室を直撃だ。あら、先生がいらっしゃって。こんにちは。あ、皆さんでお出迎えでありがとうございます。あの、Tシャツがすごいおしゃれで。おしゃれ。せーの、着てるな、俺。私が描いた生誕 T シャツ。これ、さくらちゃんの T シャツ？そうです、私が描きました。あ、これは？それはキリンですね。一番気持ち悪い、これは？スティッチ。この VTR は絶対にもう海から出さない。そんなふざけた T シャツを着た学生と教授が真剣に研究しているものとは一体？じゃあ、お願いします。わかる？すごい、すごい、すごいでしょ。その研究とは、なんとビリヤードでパーフェクトが出ちゃうマシーン。まあ、ビリヤード初心者の人とかはどこに行ってばいいかわからないと思うんですけど、それをどこに行ってばいいかとかがわかるような感じです。これがこっちに跳ね返るよっていうのを教えてくれてるんですか？そう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 。くだらないでしょ。楽しまないと。あ、研究はですね。これは先生、失礼しました。いやいやいや。その通りでございますね。じゃあまず見せてもらおう。はい、見たいです。そうね、そうね。はい。いや、手が震えてますよ。大丈夫。おい。好きな人の前でいいとこ見せないで、いつ見せるんだよ。じゃあ、さくらちゃんが一言いいですか？はい、絶対一番入れてください。はい。これやばいんじゃない？あら、あれ、あれ、すいません、 T シャツ没収。マイちゃん、どうか。持ち方はゴルフのしか分かんないですね。あ、そっか、ゴルフでほぼ一緒ですよね。、まあ、あの、普通に握ってもらえれば。理論上はライン通り打てれば青の球が入るはず。いきます。おい、あ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 、入りましたね。入りました、入りました、入りました。いや、素晴らしい研究で、すごい、ライン。でも2番は入らなかったけど、ボールがまっすぐ進めないとね。でね、え、できるんですか？先生、学長も見てますんで。2連続失敗というまさかの失態。教授になって5年目、ようやく掴んだ電子情報工学科学科長の座。男菅沼、これは絶対に外せない。無理ですね。なくなるとこでしたね。あ、よかったよかった。すごいのは機械だけじゃない。愛されパフォーマーが登場。わー、すごい、すごい、めっちゃ人いる。すごい、すごいのかな。いいですね、いいとも世代ですね、みんな。ということで、この中にすごい人がいるって聞いたんですけど、登場したのは柔道着姿の西島くんと、なんだかとっても頼りない田上くんの2人。実は有明高専で2年に1回行われる文化祭、高専祭で2年前一躍人気者になったというパフォーマーなんですよ。パフォーマー、ね、パフォーマンスしてくれるんですか？そうなんです。
まずは田上くんのパフォーマンスから。恥を捨ててこうやって踊れるのすごい。本来は恥ずかしいもんね。そう、私頃なのにすごいなと思いました。やっぱりすごいパフォーマンスしてるってことはこれもモテモテ。モテモテかな。よね。恋愛感情があんまり高いです。人好きになれない。なれないんですよ。西島くんとかもじゃあ恋愛とかはあんまり。いや結構してます。見かけによらないその人気ぶりをカミングアウトしたプレイボーイ西島、その実力とは。え、ギター使うの？そうですね。どういった曲なんですか？ラブソングみたいな感じです。ラブソング、実体験の。そうですね。うわ、すごい、腹立つな。じゃあ西島くんお願いします。お願いします。長い月日がどんどん流れていった。彼女はホッとホッと愛想がついてきている。見つめ合ってたその目は目線が変わり、僕の懐を見つめてる。僕は銀行銀行銀行、あなたにお金を貸してあげる。銀行銀行銀行、そうだよな。そうなんだよな。思いのほか切ない歌だ。お金を貸したんですね、彼女に。ね、帰ってきました？帰ってきてない。笑顔は見れました、彼女の。あんまり。悲しい。いや、なんか西島君のパフォーマンスもなんか響いたね。みんなで一緒に遊ぼうよ。ゴボゴーよっしゃー。さあ、このコーナーですね、なかなか手が出ないユニークな商品を取り寄せてみんなで遊んじゃおうというコーナーでございます。さあ、そしてゴボゾン店長の斉藤さんです。よろしくお願いします。見て嬉しい、遊んで楽しい商品持ってまいりましたから、はい、楽しみにしてくださいね。お、紙飛行機、皆さん飛ばしたことありますよね。はい、ただほら自分で作ってこう自分で飛ばしても右に行ったり左に行ったり、だから綺麗にあんまり飛ばないじゃないですか。はい、確かに。そんな時にね、はい、素晴らしいアイテム持ってきました。紙飛行機の、はい、それがこちらでございます。ロボトンということで。なんでね、なんで店名で置くの。はい、普通に置いてよ。はい、このゴボゾン段ボール、ゴボゾンボックスな、こちらでございます。でーでー、こちらですね、ダヴィンチのカタパルト。こちら飛行機を飛び立たせる装置をカタパルトと言いますが、はいはい、こちらは紙飛行機専用の電動発射キットです。え、電動、電動。ゴボゾン商品ナンバー3、紙飛行機をあの天才ダヴィンチのカタパルトの原理で飛ばす電動発射キット、ダヴィンチのカタパルト。まずここにローラーありますよね。ここに、回ってます、お互いこう違う方向で回って、そしてこれを飛行機をこう置くことによってピャン、あ、チュインチュインっていう感じだ。いや、ピャンそこはええやん、そこはいいやん、こっちでも。じゃあいきますよ、回します。おお、すごい。
早い。すごい回ってますね。行きますよ。ちょっと危ないんじゃないか。行くよ。飛んでる感。行くよ。すごい。すごい。行ったね今。というまあでも面白いでしょ。今日はね特別にこういうのを用意しました。どうぞ。お祭り。これね見てください。よく見て、まあ、そのカニの詰め合わせとかね、焼肉食事券1万円分、いろいろございます。そして僕らのね22歳ぐらいの時の宣材写真がねこれあげてもらえるという。これ倒したらちゃんと家まで行きますんでね。いらないいらない。いらない。あ、もう変えようかな。こういう財布を用意させてもらって。それ持ってね。行くよ。セントから出ちゃダメよ。狙いは誰？お財布。じゃあお財布狙い頑張って。行きます。はい。はい、ありがとう。はい、また来てね。はい、次ミキちゃん行く。はい。ミキちゃん行こうか。はい。はい。しっかり狙ってね。何狙い？お財布って言った方がいいんですか？なんで？そんな子供は気ぃつかなくていいよ。欲しいのでいいよ。はい、行こう。はい、頑張ってね。おお、早っ。今の50キロだったね。今のすごい。すごいね。これ多分財布つながってる。はい、なこちゃんは何狙い？お財布です。ちょっと財布、ね、もうちょっと可愛らしいのいきなさい。ブラッシーとかもあんだから。これお財布自体も8万円ぐらいするからね。うん、だからお財布か、その隣の焼肉。そうね、どう。あ、2枚、あ、じゃあくっつけちゃうか。いや、ちょっとおかしいじゃん。2枚抜きみたいな感じになるから。はい、頑張ってね。頑張れ、頑張れ、みたいな。いや、これあるぜ。頑張れ。焼肉、これ俺も欲しいな。はい、よ。あやめて、食事券。今危なかった。あれ、なんかちびっこが2人持ってる。なこみくがゲット。メルちゃん、何狙い？え、じゃあお財布にします。だよね、だよね。はい、これはもうメルちゃん、はい、いけるんじゃない？やってっちゃってよ。頑張ってね。さあ、財布、最後取れるか。指でね。そうそう、で、くっ、分かった、待ってよ。あ、いた。ちょっと待って普通に暴力や。普通に暴力。普通に危ないから。さあ、ということで、これをですね、星の数ならぬ星っていういくつってもいうことで判定してみましょう。何星か、じゃあ真央ちゃん発声をお願いします。さあ、お願いします。星3つ。おー、来た。はい、ありがとう。星3ついただきました。5つじゃないよ。大人も子供も大興奮、紙飛行機がジェット機に。ダヴィンチのカタパルト、星3つ。ゴボゴー。さあ、続いての商品はこちらでございます。ゴボゴー。かわいい。この効果はいります。ゴボゴー。続いての商品はですね、こちらでございまして。なんで？どういうこと？続いての商品はですね、こちらでございまして。なんで？何が？これ何か分かります？皆さん、手袋。そう、正解です。これがでもただの手袋ではございません。何だと思います？スマホタッチ。あ、これがね。そう、これが。なるほど、なるほど。いや、いいとこついてますよ。え、ごめんなさい、ちょっと携帯、ごめんなさい、本番中なのに。もしもし。おー、出す。おい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 、今日8時に、はい、新進ラーメンで。おいおいおい、終わりました。あ、どうす。はい、ということで、え、どういうこと？なんとこの手袋、こちら指がそのまま電話の、受話器に。
ゴボゾン商品ナンバー4、自分の手が電話になる。この冬注目の超クールでホットな手袋、ハイコール。音はここから聞こえます、向こうの声が。で、え、ここか、自分の声をここマイクする。で、ここで撮って、携帯自分が持ってたら、まあ、Bluetooth でつないで、これだけで電話できる。すごい、あ、これやりたいでしょ。はい、これやりたいよね。じゃあ、ちょっとここにいるとあれなんで、あ、ちょっと 遠くに、パクパク姫。はい。じゃあそこ出て、はい、バス乗って、バス、バスで、展示行ったら帰れるから。いや、まだ帰りませんよ。ちょっと待って、ちょっとパクパクがこっちはできるじゃないんだ。パクパク向こうから電話してください。それみんないつもやってるやつじゃん。電話、ちょっとそっちにもカメラ一応用意してるから、はい、行ってきます。じゃあ行ってきて。はい、これじゃあこっちやりたいでしょ。あ、じゃあこっちは青いタイ行こうか。やったー、これすごいよ、本当に。楽しそう。あ、かかってきた、かかってきました、かかってきた、かかってきた。震えるで、ちょっと震えてる、震える、震えてるんですよ。前の機能は、で、押して、もしもし、しもしも、あ、聞こえる、すごかろ、あおいた、あおいだよ、しんしんラーメン8時、しんしんラーメン8時、しんしんラーメン8時、ラッキーだった、しんしんラーメン8時、大人気、オッケーオッケー、しもしも、すごいでしょ、めっちゃ聞こえる、まだちょっと繋いどいて、ちょっとマイクに、しもしも、喋る方だから、しもしも、あ、みんなに聞かせてあげなくても、窓かに変わって、窓か、窓かに変わります、そのまま、それでいけるよ、ほら、それでいけるからね。しもしも、すげえ、殴られてる、聞こえてる、殴られてんじゃん、そこから、なお、しんしんラーメン8時、しんしんラーメン8時、ラッキーだった、めっちゃ来ようとしてるやん。はい、ということで、すごい、すごい、すごいよね、これ。さあ、それでは、はい、判定を青井さんにしてもらいましょう、はい、何欲しいかお願いします。星5つ。おお、星5ついただきました。すごい。これからの寒い日も手袋を外さずに通話が楽しめる、ハイコール、星5つ。いやー、よかった。ということで、ごぼう、あ、入ってきてる、ちょっと羽田さん、パクちゃんか、パクパクですもん、やばい人入ってきたと思った、パクちゃんの扱いエグすぎる。ゴボテンではメンバーに来てほしい学校や身の回りの美少女など皆さんからの情報をお待ちしています。詳細は番組ホームページをご確認ください。ここはどんな悩みでも聞いてくれる差しのうどん、そんなお店には今日も悩みを抱えた客がやってくる。今日も人の悩みを聞こうかな。こんにちは。あれ、夏みかん。そうなんです、2回目2回目なんですよ。初の、初。なんで、悩み多すぎて。ありますか、悩み。今最近できた悩みがあるんですけど、うん、すごい最近ね、顔がピーターさんに似てるって言われるんですよ。でそれ言ったのがシャルだろうね。サッシーが言い出して、ファンから握手会で、うんうん、おはようピーターさんすげえいじられるんですよ。返しもまた難しいもんね、うん、そう、ピーターさんってギャグ持ってるわけじゃないから。そうなんです、ただ勝手に言われて終わるっていうやつなんです。でもなんか最初に眉に似てませんみたいな、今日の髪型、はいはい、眉優さんに、渡辺眉ちゃんに似てませんって言ってきて、うん、その顔が本当にピーターさんにそっくりだったんだよね。私は眉優さんになりたくてポニーテールをしたらピーターさんって。やってみて、ポニーテールすごい似てるの。なんかここのラインを出すと、うん、そう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 、すげえ、ここが、そう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 、横顔がね、これすっごい似てる写真あるから探してほしい。そうだ、あのピーターさんがこれ見たことがあるんですよ。すごい似てるんだよね。あるんですよ。それが悩みなんだ、ピーターさんに似てるのが。そうだから今日わざわざライン隠してきたの、顔。そう、ここをストレートにして。なるほどね、はい。でも安心して、うん、私が解決してあげるから。本当ですか。いいですか。できます、これできる。難しいですよ、ね、私に任せて。わかりました。あなたにはですね、もっと似てる人がいます。爆笑問題の太田さんの奥さんの方が似てるから
大丈夫だ。それガチで似てるやつ。そっちの方が似てると思う。そっちは太田光代さん。太田光代さんの方が似てると思う。リーダーさんより多分そう、太田光代さんの方が似てるから。わかりました。じゃあ今度からそっち。そっちにした方がいい。じゃあピーターさんは今日で卒業。卒業。太田光代さん。だよね。はい。これはもうメルちゃん。はい。いけるんじゃない？やってっちゃってよ。頑張ってね。さあ、財布最後取れるか。指でね。そうそう。で、く。やった。詰まってよ。あ、いた。ちょっと待って、普通に暴力や。普通に暴力や。普通に危ないから。さあということで、これをですね、星の数ならぬ星っていういくつということで判定してみましょう。何星か。じゃあ真央ちゃん発声をお願いします。さあお願いします。星3つ。おお、来た。はい、ありがとう。星3ついただきました。5つじゃないよ。大人も子供も大興奮、紙飛行機がジェット機に。ダヴィンチのカタパルト、星3つ。ゴボドン。さあ続いての商品はこちらでございます。ゴボドン。かわいい。この効果はいりますね。はい、続いての商品はですね、こちらでございまして。何で、どういうこと。続いての商品はですね、こちらでございまして。何で、何で、これ何か分かります、皆さん。手袋。そう、正解です。これがでもただの手袋ではございません。何だと思います。スマホタッチ。あ、これがね。そう、これが。なるほどなるほど。いや、いいとこついてますよ。え、ごめんなさい、ちょっと携帯、ごめんなさい、本番中なのに。もしもし。おー、出す。おいおいおい、今日8時に、はい、新進ラーメンで。おいおいおい、終わりました。あどーす。はい、ということで、え、なんとこの手袋、こちら指がそのまま電話の、受話器に。ゴボゾン商品ナンバー4、自分の手が電話になる。この冬注目の超クールでホットな手袋、ハイコール。音はここから聞こえます、向こうの声が。で、え、ここか、自分の声をこうマイクする。で、ここで撮って、携帯自分が持ってたら、まあ、Bluetooth でつないで、これだけで電話できる。すごい。これやりたいでしょ。はい、これやりたいよね。じゃあちょっとここにいるとあれなんで、あ、ちょっと遠くに、パクパク姫。はい。じゃあそこ出て、はい、バス乗って、バスで、展示行ったら帰れる。前で恥を捨ててこうやって踊れるのすごい。本来は恥ずかしいもんね。そう、私事なのにすごいなって思いました。ね、やっぱりすごいパフォーマンスしてるってことは、これもうモテモテ、あ、モテモテかな、よね。恋愛感情があんまりない。人好きになれない。なれないんですよ。西島くんとかもじゃあ恋愛とかはあんまり。いや、結構してます。見かけによらないその人気ぶりをカミングアウトしたプレイボーイ西島、その実力とは。え、ギター使うの。そうですね。どういった曲なんですか。ラブソングみたいな感じです。ラブソング、実体験の。そうですね。うわ、すごい。じゃあ西島くんお願いします。お願いします。長い月日がどんどん流れていった、彼女はホットホット愛想がついてきている。見つめ合ってたその目は目線が変わり、僕の懐を見つめてる。僕は銀行銀行銀行、あなたにお金を貸してあげる。銀行銀行
顔を見せて。すごい。素晴らしいねこれ。そうだよな。そうなんだよな。思いのほか切ない歌だお金を貸したんですね彼女に、ね、帰ってきました。帰ってきてない。あ、笑顔は見れました彼女の。あんまり。あ、悲しい。いや、なんか西島くんのパフォーマンスもなんか響いたね。あ、みんなで一緒に遊ぼうよ、ゴボゴン。よっしゃい。さあ、このコーナーですね、なかなか手が出ないユニークな商品を取り寄せてみんなで遊んじゃおうというコーナーでございます。さあ、そして、はい、ゴボゾン店長の斉藤さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日もね、見てだよね、はい、これはもうメルちゃん、はい、いけるんじゃない。やってっちゃってよ、頑張ってね。さあ、財布最後取れるか。指でね。そうそう。で、こ、やった。詰まってよ。おお、セーフ。おお、ノノ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 。あ、いた。普通に危ないから。さあ、ということで、これをですね、星の数ならぬ星っていういくつということで判定して、何星、何星か。じゃあ真央ちゃん発声をお願いします。さあ、お願いします。星3つ。おお、来た。はい、ありがとう。星3ついただきました。5つじゃないよ。大人も子供も大興奮。紙飛行機がジェット機に。ダヴィンチのカタパルト、星3つ。ゴボゴン。さあ、続いての商品はこちらでございます。ゴボゴン。かわいい。その効果はいりません、ね、ゴボゴン、はい、続いての商品はですねこちらでございまして。なんで、どういうこと。続いての商品はですねこちらでございました。何これ、これ何か分かります、皆さん。手袋。そう、正解です。これがでもただの手袋ではございません。何だと思います。スマホタッチ。あ、これがね。そう、これが。なるほどなるほど。いや、いいとこついてますよ。え、ごめんなさい、ちょっと携帯ごめんなさい、本番中なのに。もしもし。おお、出す。おい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 。今日8時に、はい、新進ラーメンで。はいはいはい、終わりました。あどうす。はい、ということで。え、なんと、この手袋。こちら、指がそのまま電話の、受話器に。ゴボゾン、商品ナンバー4。自分の手が電話になる。この冬注目の超クールでホットな手袋、ハイコール。音はここから聞こえます、向こうの声が。で、ここか、自分の声をこうマイクする。で、ここで撮って、携帯自分が持ってたら、まあ、Bluetooth でつないでこれだけで電話できる。すごい。あ、これやりたいでしょ。はい、これやりたいよね。じゃあちょっとここにいるとあれなんで、あ、ちょっと遠くに、パクパク姫。はい。じゃあそこ出て、はい、バス乗って、バスで、展示行ったら帰れ。もしもし。おお、お出す。おい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 。今日8時に、はい、新進ラーメンで。はいはいはい、終わりました。あどうす。はい、ということで。え、どういうこと。なんと、この手袋。こちら、指がそのまま電話の、受話器に。ゴボゾン、商品ナンバー4。自分の手が電話になる。この冬注目の超クールでホットな手袋、ハイコール。音はここから聞こえます、向こうの声が。で、ここか、自分の声をこうマイクする。で、ここで撮って、携帯自分が持ってたら、まあ、Bluetooth でつないでこれだけで電話できる。すごい。これやりたいでしょ。
はい、やりたい。やりたいよね。じゃあちょっとここにいるとあれなんで、あ、ちょっと遠くに、パクパク姫。はい。じゃあそこ出て、はい、バス乗って、バス乗って、あの展示行ったら帰れるから。まだ帰りませんよ。じゃあ待って、ちょっとパクパクがこっちはできるじゃないんだ。パクパク向こうから電話してください。それみんなでやってるやつじゃん。電話。こっちはちょっとあのそっちにもカメラ一応あの、はい、用意してるから。行ってきます。じゃあ行ってきて。はい、これじゃあこっちやりたいでしょ。あ、じゃあこっちは葵田行こうか。やったー。これすごいよ、本当に。ね、楽しそう。あ、かかってきた。かかってきました。かかってきました。あ、震えるで、ちょっと震えてる。震えてるんですよ。バイブ機能で、押して。もしもし？しもしも？あ、聞こえる。すごかろ？葵田？葵田よ。新進ラーメン8時。シシラーメン8時？シシラーメン8時ラーメン、ラッキーだったね。大人気。オッケーオッケー。しもしも。すごいでしょ。めっちゃ聞こえる。まだちょっと繋いどいて、ちょっとマイクに喋る方だから。しもしも。あ、みんなに聞かせてあげなくても声。窓かに変わって。窓か。耳で。窓かに変わります。そのまま。それでいけるよ、ほら、それでいけるからね。しもしも。すげえ、殴られてる。聞こえてる。殴られてんじゃん。すごかろ。なお。シシラーメン8時。新進ラーメン8時。よかった。めっちゃ来ようとしてるやん。はい、ということで、はい、すごいすごいよね、これ。さあ、それでは、はい、判定を葵田にしてもらいましょう、はい、何欲しいかお願いします。星5つ。おー、星5ついただきました。すごい。これからの寒い日も手袋を外さずに通話が楽しめるハイコール、星5つ。いやー、よかった。ということで、どうも、入ってきてる。ちょっとマネージャーさん、なかなかすごかろ。新進ラーメン8時。新進ラーメン8時。よかった。めっちゃ来ようとしてるやん。はい、ということで、すごい、すごい、すごいよね、これ。さあ、それでは、はい、判定を葵田にしてもらいましょう、はい、何欲しいかお願いします。星5つ。おー、星5ついただきました。すごい。これからの寒い日も手袋を外さずに通話が楽しめるハイコール、星5つ。いやー、よかった。パクちゃんか。パクですもん。変な人が。やばい人入ってきたと思った。パクちゃんの扱いエグすぎる。ゴボテンではメンバーに来てほしい学校や身の回りの美少女など皆さんからの情報をお待ちしています。詳細は番組ホームページをご確認ください。ここはどんな悩みでも聞いてくれるサシのうどん。そんなお店には今日も悩みを抱えた客がやってくる。今日も人の悩みを聞こうかな。こんにちは。あれ、夏みかん。そうなんです。2回目2回目なんですよ。初の初。なんで悩み多すぎて。ありますか、悩み。今最近できた悩みがあるんですけど、うん、すごい最近ね、顔がピーカーさんに似てるって言われるんですよ。それ言ったらおしゃれだろうね。サッシーが言い出して、ファンから握手会で、うん、おはようピーターさんすげえいじられるんですよ。返しもまた難しいもんね。ピーターさんってギャグ持ってるわけじゃないから。そうなんです。ただ勝手に言われて終わるっていうやつなんです。でもなんか最初に眉に似てませんみたいな、今日の髪型、はいはい、眉優さんに渡辺眉ちゃんに似てませんって言ってきて、その顔が本当にピーターさんにそっくりだったんだよね。私は眉優さんになりたくてポニーテールをしたらピーターさんって。そうそうそう、やってみて、ポニーテールすごい似てるの。なんかここのラインを出すと、うん、そう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 、すげえ ここが、そう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 、横顔がね。これすっごい似てる写真あるから探してほしい。そうなんです。ピーターさんがこれ見たら画像があるんですよ。すごい似てるんだよね。そうあるんですよ。それが悩みなんで、ピーターさんに似てるのが。そうだから今日わざわざライン隠してきたの、顔。そう、ここをストレートにして。なるほどね。はい。でも安心して。
うん、私が解決してあげるから。本当ですか？いいですか？できますこれ。できる。難しいですよね。私に任せて。わかりました。あなたにはですね、もっと似てる人がいます。爆笑問題の太田さんの奥さん。いや、はい。はい、次ミキちゃん行く。はい、ミキちゃん行こうか。はい、はい、しっかり狙ってね。何狙い？お財布って言った方がいいんですか？なんで？聞かなくていい。そんな子供は気ぃつかなくていい。やめよ。欲しいのでいいよ。最後、はい、頑張ってね。おお、早っ早っ。今の50キロだったね。今のすごい、すごいです。これ多分財布つながる。財布いける。はい、なこちゃんは何狙い？お財布です。ちょっと財布、ね、もうちょっと可愛らしいのいきなさい。ブラッシーとかもあんだから。これお財布自体も8万円ぐらいするからね。うん、だからいい。あの、お財布か、その隣の焼肉。そうね、あ、2枚、うん、あ、じゃあくっつけちゃうか。いや、ちょっとちょっとおかしいじゃん。2枚抜きみたいな感じになるから。はい、頑張ってね。頑張れ、頑張って。頑張って。いや、これあるぜ。頑張れ。焼肉、これ俺も欲しいな。はい、よ。あやれ、食事か。今危なかった。あれ、なんかちびっこが2人持ってる。なこみくが、なこみくがゲット。メルちゃん、何狙い？え、じゃあお財布にします。だよね、だよね。はい、これはもうメルちゃん、はい、いけるんじゃない？やってっちゃってよ。頑張ってね。さあ、財布、最後取れるか。指でね。そうそう、そう。で、こ、やった、詰まってよ。入った。ちょっと待って。普通に暴力や。普通に暴力や。普通に危ないから。さあ、ということで、これをですね、星の数ならぬ星っていういくつということで判定してる。何星か。じゃあ真央ちゃん発声をお願いします。さあ、お願いします。星3つ。おお、来た。はい、ありがとう。星3ついただきました。5つじゃないよ。大人も子供も大興奮、紙飛行機がジェット機に。ダヴィンチのカタパルト、星3つ。どうだ。さあ、続いての商品はこちらでございます。ちっちゃかった。この効果もいります。ゴマゾン、はい、続いての商品はですね、こちらでございまして。何で？どういうこと？続いての商品はですね、こちらでございまして。何で？何で？